はい、おはようございます。ゲーム動画でいこうです。お、スターホースポケットをやっていきたいと思います。ですね、最近プレゼントなかなか G1 ではパッとした成績を上げられず申し訳ないです。なんとか次から巻き返していきたいとこなんではありますが、地走法で走る。次は香港かな。今11月の4週ですからね。そうか、落ち着きが結構ないんだ。調子回復ですね。プラス4キロ。お、調子が落ちてる。ちょっと体重が絞れてない。あ、え？しまったかな？香港ウィーク。アリマラウと微妙に長いからな。今ベスト体重ってやっぱり464だよな。ちなみに香港カップなんだけど、そうですよね。なので、普通に、ベスト体重ですね。調教が強すぎるのかな。ちょっと狂気を感じますね、はるかの。1.3 倍、一番人気、ダントツですね。不良ってこの馬どうなのかな。ただ、グリグリですね。ジョッキーは今回、岡部を鞍上にしました。岡部さんですよね。レッツイローブ。ミスアレジロですか。さあ、不良ババの雨の中のシャティンでよかったよな、競馬場。香港カップです。片荻ウェレットは6枠7番。真ん中の、枠番ですね。さあ、香港の夜景に照らされながら、カクテルライトに照らされて、香港カップスタートです。6万人か。
スタートは肝心だが、あんまりいいスタートでなかったかな。まあ、いいでしょう。直線短いから追い込みになるとどうなるんだろうな。後ろから4番手ですね。やっと、でも下がっていこうとしない。やっぱり直線は短く不良馬場っていうことで、それを意識した競争かなわけないよな。2000m ですからね。そろそろ 1000m。 あんまりペースが速くないよな。1分4秒って不良馬場でもこれ相当遅いような気はする。ミスアレンジロか。ちょっと置かれ始めて最後方に下がっちゃったよ。さあまた上がろうとしてるけど届くのかこれ。さあ伸びてきたが、シャフツベリアベニューに届くのかこれ。ああ、でもかわそうとしてる。かわした、勝ちました。久しぶりの完勝ですね。素晴らしい。やっぱり2000がベストかな、この馬。あと持ち時計が、時計が上がりが早いと厳しいのかも。久しぶりですね。やりましたね。で、成長促進ですね。これで、放牧です。これで4750枚いきましたね。残り41週か、3分の1か。1万枚は行きたいんだけどな、なかなか。スプリンターサイクエストっていうのをやってますね。スプリンターサイガチャ。まあもう少しこれを、石を貯めてからになりますが、またチャンスがあり、これですね。チャンスがありましたらやっていきたいと思います。はい、ではですね、この動画はここまでとなります。いつも通りですが、高評価、コメント、また、まだの方、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやっております。そしてですね、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストの表示が出ますので、お時間がありましたら見に来てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画レイコーでした。